ウェストバージニア州会議児童チャールストンはアメリカ合衆国ウェストバージニア州の州都、同州の最大都市である。同市はアパラチア山脈の西円カナワ川とエルク川の合流点に位置する。人口は2010年の国勢調査で5万1400人。はじめは生円業や天然ガスが市の産業を支えていた。後に石炭が見つかり、市および 周辺の主要産業となった。市の歴史は古く、1788年に創設、1794年に正式な町となった。チャールストンの歴史は古く、200年前に遡ることができる。1774年に神奈川とエルク川の合流点付近の土地1250エーカーがブリット家に譲渡され、1786年に ジョージ・クレンドニン・大佐に転売。1788年に、クレンドニン・大佐が、バージニア・レンジャーズ・開拓者集団を率いてこの地に、リートリリを建設し、この地を、大佐の父の名である、チャールズにちなんで、チャールズタウンと名付けた。チャールズタウンは2つあったため、混同しないよう、こちらは後に、チャールストンと短縮された。1794年にチャールストンは、 正式に町となった。40エーカーの土地に7軒の家が建ち、人口は35人であった。1800年代初頭神奈川の河市で暗縁が発見され、1806年に採掘が開始された。製園業は周辺一帯に経済成長をもたらした。1808年までには1日1250トンの塩が生産されるようになった。 チャールストンに隣接するカナワサリーンズは世界一の生園地帯となった。1818 18年にはカナワ生園会社が営業を開始した。1815年、現在ウェストバージニア州会議事堂がある市の近くでジェームス・ウィルソン大員が岩塩の掘削中に天然ガスを発掘した。1817年には石炭が見つかり、 製塩業を支える燃料として使われるようになっていった。1861年の南北戦争開戦まで町は成長を続けた。バージニア州が連邦から脱退し、チャールストンは連邦側と南部連合側に分かれた。1862年9月13日にチャールストンの戦いが勃発。南軍が勝利を収めたが、その占領は長くは続かず。 わずか6週間で北軍が戻り、終戦までチャールストンを占領した。終戦までには、カナワ側の西塩業は事実上なくなってしまっていた。バージニア州は、連邦から脱退して、南部連合側であったにもかかわらず、連邦側がチャールストン、及び、州西部を占領していたため、州分割の機運が高まった。1863年6月20日に、 大統領エイブラハムリン・カーンは、バージニア州北西部を連邦に戻すと宣言、連邦35番目の州として、ウェストバージニア州が誕生した。州はできたものの、州都はなかなか決まらなかった。しばらくの間は、州都は、チャールストンとホイーリングとの間を絶えず行き来した。州都を決めるため、1877年に、州民による最終投票が行われた。 1885年についにチャールストンが州都に選ばれ集会議事堂が建立された。1921年の火事の後特管工事で建て直された庁舎は1927年に再び消失した。しかし、1921年の州法で設置された州庁舎建設委員会により現在の庁舎を建てることが認められた。建築家かスギルバートがデザイン。 1000万ベイドルの拒否を投じた新しい庁舎は1932年6月20日についに開かれた。チャールストンはウェストバージニア州の州都となった。天然ガスや石炭といった豊富な天然資源と鉄道の延伸により市は化学工業、ガラス、木材、鉄工業などの工業都市として発展を遂げた。ダウンタウンは建設ラッシュになった。 現在においても、当時建てられた教会やオフィスビルのいくつかはダウンタウンの中心に立っている。第二次世界大戦中、全米最大の合成ゴム会社がチャールストン近郊で創業を開始し、軍需産業においてもチャールストンは重要な市になった。1947年には、神奈川空港が開港。この360エーカーの空港を建設するに、当たって、 山を散々切り開き、900万立方ヤードの土を動かすなど、当時としては技術の域を集めた建設であった。1960年代に入ると、週刊高速道路が建設され、チャールストンは3本の週刊高速道路が交わる要所となった。1980年代に入ると、市の再開発が始まった。1983年に開店した3階建ての、 チャールストンタウンセンターモールはその一つで、ミシシッピ川伊イでは最大の市街地型ショッピングセンターである。1990年代には新しい連邦ビルやリバーフロントパーク、キャピトルマーケットなどが建設され、ダウンタウンの再成長を促した。また、チャールストンは州でも一級の医療施設を揃える都市としても知られている。右、ウェストバージニア州における かなわぐの位置。左、かなわぐにおける、チャールストンの位置。チャールストンは、北緯38度20分58秒、整形81度37分60秒、北緯38.34944度,度、整形81.63333度、38.34944マイナス81.63333座標、軽度の秒が60以上です。コーディネーツ。 軽度の値が向こうですに位置している。日本の仙台市や山形市とほぼ同位度である。アメリカが州国統計局によると、チャールストン市は総面積84.7平方キロメートルである。このうち81.8平方キロメートルが陸地で2.8平方キロメートルが水域である。総面積の3.36%が水域となっている。市の玄関口となっているのは、 イエーガー空港である。同空港はダウンタウンの東約 5km に位置している。ダウンタウンよりも 100m 高い丘の上に位置しているため、空港からはダウンタウンを見下ろす格好になる。アムトラックのチャールストン駅があり、ニューヨークとシカゴをシ,ンシナディ経由で結ぶ、夜行長距離列車カーディナル号が週に3往復停車する。グレーハウンドのバスターミナルはダウンタウンにあり。 オハイオ州を縦断して、コロンバスを経由し、デトロイトに至るバス路線の起点になっている。また、シャーロットやクリーブランドへもバスの便がある。チャールストンのダウンタウンでは I-64、I-77、I-79 の3本の週間高速道路が交差する。I-64 は西へは、セントルイスやルイビルに東へは、 アパラチア山脈を越えてバージニア州に入りリッチモンドやノーフォークに通じている。I-77 は南北に走る週間高速道路でクリーブランドを起点としシャーロットやサウスカロライナ州の州都コロンビアへと通ずる。I-79 はチャールストンを起点としてウェストバージニア州を縦貫しペンシルベニア州に入りピッツバーグを通ってエディー・コガンで i マイナス九十と合流する。これらの週間高速道路によって、チャールストーンは、山間部であるにもかかわらず、中西部、東部、南部のいずれへも市弁な交通事情を享受している。全米の人口の60%は、チャールストーンから車で24時間以内の範囲内に収まっている。チャールストーンは、ウェストバージニア大学の医学部、私学部の付属病院を抱えている。 学生は本部キャンパスのあるモーガンタウンで授業を受けるが、実習はモーガンタウンかチャールストンのいずれかで行うことになる。また、市内には小規模な私立大学であるチャールストン大学もキャンパスを構える。また近郊にはウェストバージニア州立大学、マーシャル大学の大学院もある。市は3つの高校を抱えている。以下は2000年現在の国勢調査による 人口統計データである。基礎データ人、種別人高構生年齢別人高校生世帯と、家族収入と、家計現在、唯一のショッピングセンターである、チャールストンタウンセンターがある。1983年にオープンしたタウンセンターモールは、ショッピングやレストランなどの130の専門店がある3階建ての施設である。メーシーズ、シアーズ、 JC ペニーはモールの現在のメインとなっている。4番目のメインはウエストバージニア州を中心とする個人の労災保障保険会社であるブリックストリート総合保険の新しい本社である。6つの大きな路面店のレストラン3階には12のファストフードがあるフードコートがある。他に4つのショッピングプラザがある。1つはカナワシティの近くにあるザ・ショップ・アット・カナワ。 他の3つは、チャールストンとサウスチャールストンを分けるサウスリッチにある、サウスリッチセンター、ダドリーファームズプラザ、ザ・ショップス・アットとレースフォークである。ありがとうございます。